はいどうも、ヘビフロッグと申します。体には免疫というシステムが存在しますよね。この免疫というのは、体内に侵入した細菌やウイルスなどの異物から身を守るための防御システムです。例えば、白血球というものが存在しますよね。この白血球は食細胞と呼ばれ、体に侵入した細菌を食べ、消化してしまいます。そして実は、この白血球、大きく分けると5種類存在します。菌を食べるものや、寄生虫に対して強いもの、ウイルスの抗体を作るものなど、役割は様々です。というわけで今回は、その中の菌を食べる白血球を観察してみたいと思います。自分の血液を取り、こちらの培養した細菌を取って自分の血液に落とします。その時、自分の血液の白血球がどのような反応をするのか、これを観察します。それでは早速やっていきます。こちらの器具を指に当て、こちらのボタンを押します。暗い。ほら。おお、出てる出てる。白血球が出ています。そして、スライドガラスにつけます。先ほどの菌を落としましょう。ほら。それでは早速、見ていきます。それでは早速、観察します。こちらが、血液と菌です。いつも通り、近づけましょう。お!こちらの赤く丸いものが赤血球です。赤血球が大量にありますね。周りに散らばっている小さく丸いものと長細いものが先ほどのシャーレで培養していた菌です。赤血球の周りを黒い点々がプルプルと震えていますよね。こちらが菌です。長細いものも大量にいますね。この血液は完全に菌に汚染されてしまいました。というわけで、免疫細胞白血球を探しましょう。いました。こいつが白血球です。お、移動してる移動してる。次々と取り込んで、体に菌が溜まっていますね。白血球が通ったところの細菌がなくなっています。確実に食べられましたね。取り込みまくって、かなりの量の細菌が白血球の中に入っています。強いですね。はい、というわけで今回は、自分の血液に菌を混ぜると、どのような反応をするのか、でした。白血球が菌をバクバクと食べていましたね。よく働く細胞で安心しました。というわけで今回はこういう感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。